グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。イングランドプレミアリーグのクラブに属する選手が、子供への性的虐待を行った疑があるとして逮捕された。英紙、ミラーなど含むメディアが伝えている。今シーズンのプレミリーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中。報道によれば、マンチェスタ警察は7月16日金曜日に、男性1名を子供への性的、マッチの疑いにより逮捕したと発表を。逮捕者は金により釈放され、今後さらなる捜査が行われるとされている。一方、プレミアリーグのエバトンは、警察による捜査を受けた、トップチー、選手1名を謹慎としたという声明を19日付で、公ウェブサイトに掲載し、捜査に協力する姿勢、示した。報道との関連について、明言はされてないが、逮捕されたと報じられた選手を指すとは、間違いないと見られている。警察発表な、に基づくとして、A メディアで報じられたうちによれば、逮捕された選手は31歳の既婚者であ、自国の代表チームのレギュラー選手である、もされている。法に基づき、選手の具体名は法では伏せられている。りょう。